ではもう一度、合体してですね、忍獣混合にしてみたいと思います。キリンをですね、手を外して胸の部分にしまって顔を作って上げていって合体待機状態ですね。これで足の待機状態ですね。で、反対側の足の整理は、もうこれはもう単純極まりない。で、これを使うので、これでおしまい。で、ここですね。ここに刺していくと。よいしょ。よし、よし。立った。肩部の背中のこの肩。顔と B の手を出して、手をパカッと開くと、キリン用の背中にこれをバチッとつける感じですね。つけます。はい、つけました。で、つけたら手をここでパチンパチンと止めて、ここにポッチがあって、尻尾のここに受けがあるんで、ここでパチッといくはずなんですけど、うまく止まんないです。まあしょうがないですね。スザクを畳んで、胸のここに はめて、これでまあほぼ完成ですね。剣を持たせて、剣部の盾を、よいしょ。作りが悪いな。完成。デラックス獣人混合。違う。デラックス人獣混合。ちなみに、このキリン王の足は余剰パーツみたいですね。これどこにも付けようがないので、これちょっと残念ですね。せっかくならね、全部使い切ってほしかった。デラックス人獣混合の感想なんですけども、ですね、作りはすっごいチャチいです。プラスチックも、まあ、粗悪なプラスチックっていう感じなのと、もうバリとかがね、もう残っちゃってますし、ジョイントの部分とかの精度もかなり悪いですね。ただですね、デザインは悪くないと思うんですよ、僕は。獣レンジャーのロボットのパクリではあるんですけども、でもうまい具合にその中華テイストをこう盛り込んでいって、顔とかも好きですし、あと各ね、バラバラになった時のそれぞれの形態のパターンとしてもしっかり作れてるっていうのはすごいと思いました。特にキリン王の顔は僕大好きで、本当にこれはね、かっこいいと思いました。で、そうですね。白子が若干ちょっとね、こう、酔っ払った猫だか犬みたいな感じになっちゃってるんですけど、で、まあ、でもね、玄武もしっかり亀になってるし、青龍の顔もね、しっかり作られてるので、ちゃんとした、作りで作っていれば、これはね、実はいい、おもちゃになったのかもしれないなっていう気がしないでもないですね。じゃあこれをおすすめできるかっていうと、また話が違うので、本当にね、物好きな方じゃない限りは、これ見つけても買わない方がいいとは思います。次回はもう一つ買ってあるおもちゃをさらにね、こうくっつけて、無敵人獣混合に、していきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。